You're listening to Shibuya Cross FM。 岡部少年の君こそスターだ。イエイ。どうも岡部少年片岡でございます。岡部少年浜口です。加賀太森田君です。よろしくお願いします。いや、なんか最近さ、はい、気づいたら今週はなんか人に頼られることが多い週だったな。人に頼られる、はい、例えばなんか久しぶりに、うん、友達から連絡あって、うん、なんかその横浜でラジオやることになったんだよねみたいな、うん、それでなんかスポンサーを探してるんだけどさ、うん、誰かいないかなっていうわけ。いや、そんなさ、ポン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 俺が紹介できないじゃん。まあそうですね、はい。だけどその久しぶりだから無限にもできない、うん、はい。でもスポンサーってさ、はい、まあまあちょっとどことは言わないけど、はい、とある横浜のところとかさ、うん、はい、いくらぐらいすると思う？ラジオ、ラジオ、まあこういうちょっと渋谷クロス FM さん的な感じかもしれない。あ、でも何十万とかじゃないんですか？なるほど、はい。じゃあ何十万いくらします？じゃあ20万。あ、20万、はい。浜口さんは？19万。19万、うん、これ、はい、さらっと言うわけ、はい。まあ、ラジオ、まあ、1ヶ月だったら全然そのミニマムで今の時代できるし、はい、だからいくらぐらいなの？1ヶ月で35万とかみたいな。いや、35万と思ってさ、いや、それをさ、まだ始まってもないラジオよ、はい、その聞いてもないのよ、はい、そこに35万のスポンサーを紹介するのってさ、はい、むずくない？むずいっす。だからまあ OK と、ちょっとなんか誰かいたら言うねみたいな、はい。横浜系のいないからさ、知り合い。ああ、はい、はい。だからなんか言うわけ、彼がその横浜のラジオとかでさ、なんか流すことで、なんかそれだけで費用対効果というよりもなんかブランディングになるっていう社長もいたりするから、はい、なんかいたらよろしくみたいな。ああ、はい、 OK OK、 はい。そしてその2日後、はい、見つかったって来てさ、いや、2日で見つかんないだろ、はいはい、2日で見つかんないなんつって、はい、それでなんか俺もケツに火がついてきたよみたいな感じでさ、はいはいはい、そうなんか YouTube 貼っつけてやるみたいな、はい、海外のよくわかんないけど熱い感じの曲が流れてきてさ、はい、みたいなとかさ、はい、なんか知り合いのご飯屋さん、はい、まあ、ご飯屋さんとか、ね、飲食の人がなんか Uber でもこういうのができる、こういうのがあって、これをお店にも置けるし、はい、Uber でも出せるし、フェスでも出せるし、みたいな、はい、そういうのよかったらちょっと話聞いてやってくんないみたいなやつがあったりとか、はい、試食行ってさ、はいはい、俺も別に飲食やってるわけじゃないじゃん、はい、思ったより美味しいっすねみたいなさ、はい、やったりとかさ、そうなりますよね、はい、なんか多かったな、今週。ああ、そうなんですね。あとその、なんかこういうの困ってて弁護士の知り合いいませんかとかさ、弁護士の知り合いみたいな、はい、ね、それもそれでなんか前なんか弁護士困ってる人いて紹介したんだけど、はい、なんかその弁護士さんとその人がうまくいかなくて、あ、まあ双方なんかあるんだろうけどさ、思いがね、はい、ね、その紹介した俺の責任みたいなのもなんか感じるじゃん、そういうの。あ、まあ思っちゃいますね、はい、難しいよな。いや、むずいっすね、はい。で、まあ、相手の人がさ、弁護士するにもお金をちょっと渋ってしまうとさ、弁護士的にも、はい、いや、こういうやり方あります、けどいくらですかとかなると、じゃあここまでやめなきゃ、そうすると、いや、私が払った分はもう戻ってこないんですかとかもあるじゃない、はい、これやっぱ弁護士等も難しいんだろうなと思うわ。あ、それは片岡さんはいくらもらってる？1円ももらってる。ただでやってる？やってる、弁護士ね。スポンサーの方は？スポンサーもだってまず紹介もまだしてないし、うん、それやるのね、紹介したとしても別に紹介もらえないわけ、ね、ないないない、紹介もらってもいいんじゃないの？スポンサーが決まればね。ああ、まあ確かにキャスティング料みたいなことです、うんうん、決まればそうなんだ。まあ遊びじゃないんだから。いや、だから確かにむずいよな。それなんか別でなんかこういうの今始めたからみたいな、はい、なんか久しぶりに飯行ってみたいな、なんか知り合いの社長紹介してくれませんかとかさ、なんかそれがラッシュだったのよ。ああ、
なんか最近なんか久しぶりに会えてから飯とかさ、うん、連絡来るとさ、はい、なんか誰かいないみたいに言われてるさ、はい、俺そんなに何人脈が豊富に見えてる、うん、はい、それ別にさ、うん、僕社長やってますって別にさ、はい、Facebook とか X とかつぶやいてないじゃん。あ、はい、なんでなのかな。なんか昔からそんなのをやってきたけど、はい、その規模がどんどん大きくなってんのかな。まあそうですね。あ、でもまあ X とか、まあ、そういうところでは SNS ではつぶやかれてないですけど、方々でおしゃべりはされてますから。だから X よりも拡散力あると思うんで、いろいろ喋ってるから、はい、あいつ景気いいんじゃねえかみたいなのが、あ、その回り回っていっぱい社長の知り合いいるっぽいぞみたいな、多分 X よりも多分拡散力のあるところで喋ってるとかじゃないですか。でさ、逆に聞きたいんだけどさ、はい、俺って誰かと飯行ったりしてさ、はい、誰か紹介してくださいって言ったこと一回もないんだよ。あ、そうなんだ。あるそういうの。なんか俺的に誰かと飯に行って、はい、なんかちょっとこういうの困ってて、こういうの紹介してくださいって言った時点で、はい、なんかうまいこと交渉がいかないというか、あ、なんか話した上で向こうが、はい、あ、じゃあこういうのあったらちょっとつないであげるよとかあれば、はい、え、いいんですかはあるけど、はい、別になんかその、え、いいんですかを言いたくて会うっていうのがあんまないんだよな。はい、おー、だからそれがやっぱあれなのかな、世当たりがうまい人間と、はい、得意じゃない人間の差なんかな。あ、そうじゃないですか、まさに。なるほど、なんかそれを本当に痛感した一週間。多いな。まあ、なんかその 雑なんですかね、その頼んでくれた人。ちょっとなんか弁護士のつ、まあ、1年前ぐらいのつないだ人に関しては、はい、ちょっとどうしようか悩んでたけど、片岡さんがこの弁護士さんだったらいいって言ったから、はい、したのに、はい、なんでみたいなニュアンスで言われたもん。それはなかなかですね。ああ、そうかそうか、そうだよねと、じゃあっつって、はい、そのグループラインがあったから、はい、まあ、弁護士さんとその俺の知り合い、はい、で俺とその弁護士さんを紹介してくれた人も入れてるグループがあって、はい、逆に俺この人から、はい、なんか連絡来て、はい、すいませんこいつ仕切り悪くてみたいな、ちょっと困ってんですよねみたいな、でこの人が今動いてくれてんだけど、はいはいはい、なんかそういうグループラインがある。いやですね、そういうの。なんかなんかね、最初すごいいい雰囲気だったのに、はい、何があったんだろうなみたいな。 あんまりでもあれだよね、知り合いの知り合いってあんまりうまくいってた経験がない。なんか俺も昔さ、なるほどね、イラスト系のさ仕事をなんかで紹介してもらって、まあその人との仕事はちゃんと成立したんだけど、はいはいはい、もう一人出てきてさ、その人の仲間が、お、はい、あ、じゃあ今度なんか何々のあれ書いてくんない、 あはいっつって、明日なんだけど書けるみたいなあってさ、えぐ、あ、はいっつって、なんかちょっとそういうの来たのが嬉しかったからさ、あ、やりますって一回やったのよ、はい、したら何ヶ月かしたらまた電話かかってきてさ、あの、これこれこういう内容なんだけど明日までなんだけどさ、やばまあ一応書いたけど、はい、分かる分かる、それ以降はなんだこいつと思って、あ、こいつちょっとバカにしてんなと思って、そうですね、イラストを、はい、明日までに書くって至難の技なんだよ。前もって言ってくんないとな。そうなんです、想像力の欠如ですね。だからそういうのがなんか、うん、だからプロダクションっていうのがあるんだろうな。ああ、そうそう、間に入って守ると、はい、そうそう、で なんかさ、知り合いの絡みもあるからさ、うん、無下にできないというかさ、うん、そうですよね、ふざけんなちょっと切れないですもんね、うん、そう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 、はい、だから俺なんだろう、家とかさ、はい、たまにあんじゃん、知り合いの人がなんか紹介してあげようか、いい人、こう安く住めるよとかさそういうのあるとさ、はい、その時点でしがらみができるわけだ。あ、そうですね、なるほどね、はい、住むとこまでなんか縛られるの嫌だなって、はい、あってさ、絶対自分で不動産屋行って見つけるっていう、あ、分かる分かる、いや、その方がいいですね。俺も最近さ、その、まあ、番組とか作っててさ、はい、その、まあ、とある事務所とかにもさ、はい、俺連絡することあるわけ、
はい、そんな俺からすると、まあこんな言い方したらなんだけど、そんな今ねバンバン出てますというよりかはちょっといぶし銀だけど、はい、あなんかこういう人出てほしいなみたいな、はい、でまあ深夜で地方とはいえまあこれぐらいかなっていうのをお支払いして、はい、それ向こうもいいですよみたいな、すんなりいろいろ言ったわけ、はい、それいざタイムスケジュールとか送るとちょっと分かんない、勘違いしたのかもしれない、なんか10時間入りぐらいで7時ぐらいまでタイムスケジュールあるんだけど、はい、その人たち出すのは5時とか、はいはい、ここだけじゃん、はい、だけどそのマネージャーさんパッと見て、いやここまでこんな長いの、ちょっと高速長いからなんかそんな高くは言いませんがプラスしてください、はい、いやいやいや、はい、もう3日前よ、はい、日曜日よ撮影、あ、はい、それ何俺がじゃあスポンサーさんに言ったらめちゃめちゃここの全体の写り悪くなるじゃんとか、 あ、はい、あるじゃん、はい、だからすいません時間ちょっと今後お願いする気をつけますみたいな、あ、はい、感じで送るんだけど、はい、そのまあ台本、まあ、その台本も逆に今日にまだですかって来ちゃったから、あ、まあ、言われる前に俺を送んなきゃいけなかったけど、ね、第1個こんな感じのやつが送っとけば、はい、そこら辺がやっぱ難しいよな、なんかそれやることで、はい、そのマネージャーさんの気持ちも分かるし、はい、演者の気持ちも分かるし、はい、なあ、まあ、その制作の気持ちも、さあ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 このいろんなスポンサーさんの気持ちもあるじゃん、はい、大変だな大変っすね、大変でしかないっすね、そうそうそう、なんかそういうのを、はい、感じる1週間、もうなんか全部個人名とか企業名とか、はい、出して喋っていいんだったらめちゃくちゃ喋りたいそうですよね、はい、今のところ全部伏せ字です、ね、全部ちょっと伏せなきゃいけないし、はい、全部ふわっとなるんだけど、はい、こと細かく説明したら、はい、なんだそれみたいのは多々あるよ、そうでしょうねそう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 なんかだけどあんまりな、はい、結局人と揉めるとパワーも使うしな、そうっすね、よくないから、はい、了解ですぐらいな、はい、感じしかないよ、はい、もうそのさ森田とかめちゃくちゃ腹立つって思ったらもうこいつマジで、はい、もう行ったれみたいなないの、行ったれはまあな、そこはないですかね、僕がその時はまず一発目にやることはシャワー浴びながら脳内でそいつを再生して完全に論破するっていう脳内ディベートで、あーすごい、ね、お前のそこはそうやって言ってるけどお前そここう違うから前提が違うからみたいな、その脳内論破して、でそれでも収まらない時はでもあの人も本当これ最終手段なんですけど、あの人も多分親にすごい可愛がられて育ったそうなんだろうなみたいな、苦労してないみたいなね、でもまあ親の気持ちを想像するというか、可愛い息子とかって思われている、まあそう、まあそう、まあそういう人だったらまあ許してあげるかみたいな、なんかそう広い広い視野で、はい、浜口さんどうなのそれ、何がムカついた時、うん、わーって行くのか、うん、もうなんか承知しましたぐらいで終わらせるのか、あ普通にもう関わらなくするだけです、あなるほどね、あそれも一個手だな、賢いっすね、うん、生活に必要ないんだよその人、そうか、関わらないが一番賢いかもな、そうですね、はい、うん、はい、俺ちょっと、はい、ちょっとどこかでだよ、うん、戦ったろかなと思っちゃうそうですよね、はい、そのストレスの時間がもったいないじゃん、あそうですね、確かに、うん、はい、命も削られるしさ、はい、いやこいつ舐めとんなっていうのがさ、はい、ない、はい、ないんだいや あります、僕はありますよ、 あるけど出さない、俺もね、はい、さっきちょっと LINE やってて、はい、あと一歩でそれ出ちゃいそうになった危ないっす、危ないと、はいはい、だし俺がそこまで思うってことは、はい、向こうの弱みを持ってる時なの、あまあ、そんなん言ってるけど、はい、俺こう言ってたって聞いてるし、あ、はい、それを送った証拠も持ってんのに、あ、はい、なのにここの大事な仕事はしないくせにプライベートでこうで何考えてんのっていうさ、はい、
そこも分かって俺は頼んで泳がしてるのに、はい、なんだこれ、はい、みたいのとかあるわけよ。ああはいはい分かってねえなみたいな。そう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 、はい、まあうん、こっち大人対応してるんだけど、この後もこの人と付き合うぐらいだったらその浜口さんじゃないけど、はい、もう関わらない、はい、違う人探すとかもいいのかなとも思うな。お、楽しい仲間と遊んで海でも行ってね、潜ってウミガメ見た方がいいよ、うん、確かに、まあね、それが一番以上心の平穏がマジでマジで腹立ったんだよ、さっき。あ電車乗ってて。あマジですか、うん、もうそれやりながら、はい、後輩から全然関係なく片岡さんの住所教えてくださいとか、あ、はい、片岡さんちょっとそのね、番組に使うものあるからちょっと電話番号教えてくださいとかなって、はい、もうそれも腹立ってくるって、はい、いや1回で2個聞けみたいな。ああはいはい、さみだれ式のやつですね。そうそうそう、はい、だからまあいかんいかんと思って落ち着かして、はい、ここ入ってきました、はい、あるなそういうのなありますね、確かに。しゃあないちょっと話変えていいですか。あの保育園のさ、お、はい、息子の、はい、保護者会があるっつってさ、おー、はい、聞いててさ、はい、保護者会っつってもなんかね、全体で集まって、はい、こんな感じの、 あの活動してますみたいな、はい、報告みたいな、はい、保育園側の、おお、はい、それがあるって聞いてさ、はい、で奥さんと行ったのよ、はい、で、まあ、すぐ近くだからさ、はい、奥さんが家の鍵閉めて、で俺財布だけ持ってたのかな、はい、携帯も鍵も持たずに、うん、2人で行ったのね、はい、そしたら保育園の人に、すいません保護者の方お一人で、おう、お願いしてるんですけど、はい、みたいなこと言われて、俺ら二人で行ってたからさ、多分あれなんじゃないの、感染症対策とかさ、あ、はい、いろいろあるんじゃないの、はい、確かに。で、ああそうなんですかっつって、じゃあ行ってきてっつって任せた、はいはい、で、あ、はいはいはいっつって一回バレて、さあどうしようかなと思って、はい、一回帰ろうかなと思ったの、はい、あ、鍵持ってねえやと思ってさ、はい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 、ああ、じゃあどっかの近くの喫茶店でも入っとくかな、あ、携帯持ってねえや、どこにいるか、あ、なるほど、お、奥さんに連絡しとけねえな、まいったな、はい、と思って、どんぐらいかな、30分ぐらいかなとか時間聞いてなかったからさ、はい、とりあえず財布だけ持ってて、はい、でもあんま遠くに行けねえな、そうですよね、出てくるところを、はい、見とかないと、はい、何時に終わるとも聞いてなかったから離れられねえなこの近辺からもう帰ってのんびりもできねえし、はい、どうしようかなと思って、とりあえずあのその辺の脇に入ってタバコ吸って一番困るね、あそこに喫茶店が、いやあそこ遠いわ遠いわ、もうちょっと近所で、目の届くところ、あ、閉まってんだ、月曜だったね、ああ、こも縛ってんな、あ、はい、入るとこねえな、どうしようって、なでもここにずっといるのもなんか不審者っぽくなるから、はい、さあと思って、ちょうど夕方の4時ぐらい、はい、まあ見たらあれだからな、まあ、とりあえず歩くかと思って、はい、でもあんまり離れられねえからこれで歩いとかなきゃなと思って、はい、ずっとぐるぐるしてさ、ああぐるぐるして、まだ何回もそこの前を通って、はいはい、いやそうですよね、様子を伺わないと八の字がごとく通り過ぎてさ、はい、
あ、腰疲れてきたなと思って。あでもなんかさ、あこの辺で座ったらなんかあのおっさんなんか不審者に、保育園も2個ぐらいあるからさ、あなんか不審者にもなんかなと思って、ちょっと大通りに出て、あのちょっとした植木の、 あのガードレール使う鉄のところにスッて座って、はいはい、ああ疲れた、あ終わってね。そういう時終わんないですよね。困るね。まだ終わんの、40分ぐらい経っても終わってなくて、はい、うん、公園行こうかなと思って、いや公園行ったらちょっともうちょっと遠いんだよなみたいな、はいはいはい、ずっと自問自答してさ。はい、で自販があったからまたコーヒー買ってさ、はい、また脇に入ってはい、タバコ吸ったりしてさ、はい、こんなに何にもできないんだなっていう。いやそうですね、おっさん昔はあんまり考えなかったけど、そんなん待っとけいいやとかさ、あ、はいはい、確かに、おっさんが一人でいるのがなんかね、不審がられるというかさ、まあなんか一つの場所に何の目的もなくいる人って怖いですもんね。結局1時間10分ぐらい、おお、はい、ほぼ俺ずっと歩いてて、はあ腰痛くなってきた。うん、最終的になんか神社のね、はい、あのぼーっとしてるおっさんが入れそうな、ああ、はい、なんか石があってそこでもう座ってたよ、ね、ずっと、あ、はい、そっからあのちょうど見えるとこだから、はいはい、ずっと見てた。もう何もできねえんだなと思って。そうですね、携帯があればまだ、まあな、まあね、携帯が一番、はい、一発連絡入れとけば、はい、大切ね、はい、財布は持ってたから、はい、というね、どうにもできないバージョン。しんどかったな、それは。それはしんどいっすね。しんどい。うん、だから、気をつけよ、みんな。まあ、そうそう、携帯は持っていた方がいいですね。充電切れるだけでも大変だからな。そうですね、はい。悲惨ですね。じゃあ曲いきましょう。はい、今日は、キサラギ愛理、君に幸あれ。ラララララ、さあ歌いましょう。一緒に踊ろう、君の笑顔は希望を、前を向く君に幸あれ。
君が辛い時には見えないとこで誰かが頑張れってエールを送ってること忘れないでいて、こんな広い宇宙のさ銀河系の太陽系青いこの星に生まれてきたんだ、46億年もの物語の1ページのこの時代に生まれた君と出会えたすごい奇跡だね、ぐるぐる回ってゆくぐるぐる夢も世界も君が掴み取った未来描いて、こう今日も明日もララララさあ歌いましょうララララ一緒に踊ろう、たくさんの愛と希望を受け前を向いた君に幸あれ、浜口さんコーナーお願いします。お題でどう、はい、このコーナーは3人で持ち寄ったお題をランダムに引いてそれについて喋るというコーナーです。はい、あります、まあ5枚あります。いいよ、森健から。僕からいいですか、うん、どっちも端っこ、一人〇〇何したい。あー、これ私ですわ。一人丸、一人カラオケみたいな。そうそう、俺ね、なんかしたんだよな、この前一人あー、思い出した、珍しいこと、一人寿司、一人寿司、しかも、はい、あれね、うん、ああいう回転寿司、あ、一人回転寿司、そうなんだっけ、有名なの、くら寿司とかですか、くら寿司じゃなかったな、なんですかねなんかそういう系、はい、うん、行ったの、なんか急に寿司食いたくなって、はい、そのなんか回転寿司ってなんかいろいろラーメンとかもあったりするし、あ、はいはいはい、いいなと思って、はい、けどなんか大人になって一回もないなと思って、うん、お寿司を一人で食べるっていう発想がね、はいはい、誰か連れてったりとか、はい、いやけどもうちょっと一人で行ったれっつって、はい、めちゃくちゃ食ったの一人で、はい、うん、ラーメン2杯ぐらいとか。寿司ラーメン2杯ですか。そう、そこのそこの寿司屋がちっちゃくて、はい、寿司食った後にさ、はい、ちっちゃいラーメンがなんか意外とうまくて、いやこれ普通1杯しか食わないだろうと、はい、けど俺は2杯いっちゃうんだよみたいなってさ、あ、はい、1人でスイッチ食べて、はい、結局1人で6000円いかないぐらい食った、安いとこでだよ、うん、おお、はい、結構ですね。そんで帰ってきたらさ、はい、なんか楽しかったの、はい、だって誰かに合わせなくてもいいし、はい、会話もしなくていいし、はい、なんか音楽聴いてるだけでいいじゃん、あ、はい、これ一人まるまるシリーズ、はい、もう寿司行っちゃったらもう全部行っちゃうよと思って、はい、うん、一人フグとかさ、あ、一人、はいはい、一人沖縄とか、あ、分かんない、なんかそういうのもやってっても、はい、今まで沖縄どうなったかある一人海外じゃないけど、そんなんやってってもいいのかなって一個この回転寿司きっかけで思ったわけ。はい、な、二人はなんか一人まるまるなんかやってみたいことあるっていう。うわ、もうちょっとなんかあるだろうね。うん、まあでも昔あれだね。バー。おお、マジっすか。に挑戦しようとしたけど、はい、入れなかった。あ、うん、勇気が出なかったと思うんですか。よし入ろうと思ったら近所のね。はい。バーに、なんかそのカウンターでなんかスーツじゃないけどカジノにいそうなさ、はい、あのチョッキみたいな黒いの着て、あ、ベスト的な、はい、ポマードでテカテカに、あ、はいはいはい、シュクシュクシュクっておっさんが視界に入って、あ、ここじゃないここじゃないって待ってなんか俺が行くとこじゃねえ、はいはいはい、でやめたとか、あ、未遂ですね、だから、はい、一人バー未遂、うん、だから一人日高屋とかあるよ。それはあるわ、俺も。まあ一人でも行くとか。一人日高屋飲み。ああ、
いいね、なかなかそれは乗ってるね、うん、そう、あ1個乗ってる、まあ、ハードルは低いよね。あ、そうです、ね、1人でも行けるし、まあ、確かに、はい、1人吉野家みたいな同等じゃない、日高屋。いや、日高屋の方が僕的にまだ難易度高いです。だけど、日高屋も俺、この前一人日高屋やったの、久々に、はい、本当に15年ぶりぐらい、はい、あの、ちゃんと一人席あんのかな。あ、はい、それで、なんかパネルで頼めるからさ、はい、あれも一人でも行きやすいように女性すごい多かったよ。あ、いるね。おお、なんかそれは発見だったな、うん、確かにコロナ禍で結構そういうカウンター席みたいな増えましたよね、うん、焼肉ライクとかの一人、もともと一人焼肉を押してるところも俺行ったりする。あ、だけどそれはもう一人焼肉だからな、ずるいよな。もうそのカテゴライズされたもの、そうそうそう、入り口がそれでいいですようにしてるから。あ、まあそうですね、はい、回転寿司はファミリーの中で俺はドスンと4人席、はい、4人席でです、3人、3時ぐらいに行ったから。なんでカウンターやんないですか。いや、あいつだからカウンターがどうなったんですか。回転寿司もいるよね、一人はね。カウンター席あるんで、うん、そうですね、いますね、確かに。全然いる。でも楽しかったのに。ああ、まあでも楽しいです、ね、今後始めていきたいなと思って。ああ、はい、多分なんか一人まで僕、あの、家で一人では何でもするんですけど、一人でどっか行くはほぼ経験なくて、マックスで、はい、マックスで一人天一です。一人天下一品です。あ、ラーメン屋マックスで、はい、一人カラオケもないですし、一人焼肉もないです。松屋とか、一人松屋、すき家とかは、僕多分すき家と吉野家は一人行ったことないです。あ、そうなの。その大学出てきて初めて住んだのが横浜の青葉台っていうところなんですけど、はいはい、そこが松屋の町なんですよ、うん、松屋しかない町なんで、松屋は慣れたんです、食券だし、はいはいはい、うん、でもそれに慣れちゃったから、うん、その食券じゃないところへの恐怖心が芽生えちゃって、うん、で注文したくないってこと。はい、その店員ともなんか関わりたくないというか、どのタイミングでお会計って言えばいいのかとか、うん、お会計って言いたいけど、うん、あ、店員いないなみたいな、うん、あの残ない感じというか、あ、感じがすごい苦手で、はいはい、だから牛丼チェーンは多分松屋しか多分一人では行ったことなくて、うん、一人コンビニは、一人コンビニはやります。やる、あ、それはそれは、はい、そこはさすがに、はい、僕社会重症ではなかった、はい、俺一人ゴルフやりたいな。あ、一人ゴルフ回るってこと。うん、一人で行くとなんか本当は一人待ちの人がいて一緒に回んなきゃいけないとかあるんだよな。あ、そうですよ。基本あんまり一人って推奨されないというか許されてないところが多いですよね。 お金になんないからだろ、はい、だから多分そのキャディーさんとか連れていけばいいんだろうな。あ、はいはいはい、なんかとか友達に見といてくれとか。あ、はい、そうじゃ二人分になるから多分いけるんだけど、料金さえ払えば。なんかな、誰にも気に使わずやるの楽しそうだな。そうですね、はい、確かにいいよな。あー、あれやってみたいわ。一人で野球見に行ってみたいな、だったら。ああ、いいじゃん、はい、うん、はいはいはい、ないな、さすがに一人で野球見に行く。行きそうだけどね、なんで行かないの。喋りたい、特に考えてなかったけど。ああ、もうなんかみんなで行くもんだみたいな。あの神宮球場なんてさ、うん、もうモニターとかバンバンあるのよ、裏行っても。おお、はいはい、居酒屋みたいにそこで飲んでさ、ほう、はい、もう見れるのよ、生音が聞こえてくるし、あ、映像も見れるから。おお、一回神宮球場、安い、一番安いチケットがあって、はい、あそこでずっと飲んでたいなとか思った。あ、分かるわ、はい、いいよね。で、なんか盛り上がりそうになったらちょっとバーッと 生で見てとかさ、わぁと思ったけど、まあやってないけど。そこまだ未遂です。未遂。俺一人ホテルとかたまに住んだけどさ。あ、はい、めちゃくちゃいいな。ああ、はいはいはい。ホテルと普通なんかさ、はい、パートナーとかとか彼女となんかみたいな感じやん。はい、一人で行くんだよ。ああ、はい、いいんじゃないですか。めちゃくちゃいい。まあそうですね、確かに。みたいな感じで、この一人シリーズ、はい、
一人まるまるですよ、いろいろやっていきたいな。確かに営業とか行くと一人ホテルは、あ、そうね、自動的になるんで、まあ、確かに快適ですよね。そう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 、はい、うん、やってみたいかもしれないということでした。はい、ありがとうございます。次行きましょう。どうしますか。じゃあ非常口ですね。太い、はい、ああドラえもんの道具で一番欲しいものは、うわあ、ドラえもん、まあベタですけど、はい、どこでもドアですか、ね、まあそうですよね。だって太っちゃうかな、どこでもドアあったらいやー、麻薬じゃない、どこでもドア。あ、まあそうです、一回知っちゃうと、もうそれないと、はい、確かに。だってエジプトっつってもエジプト行けるし、はい、めちゃくちゃいいよね。いやそうですね、確かに。うわー、でもなー、何があるんだっけ、なんか、なんか思ったんだよ、これいいなって何かあったんだけど忘れちゃったな俺。タイムマシンとか、タイム風呂敷とか、あとなんかあるよね、ジャイアン、キラキラのジャイアンが出てくるやつ。あー、なんか綺麗になるみたいな、なんか確かに藤子不二雄ランドとかに置いてあるよね、川崎のね。道具がもうでも出てこない、怖いよねドラえもんは怖い怖いってどういうことですか。夢がある、ちょっと、いや、はい、国と戦えるレベルの。いや、まあ本気出せば、はい、強さじゃない、はい、いや、そうですよ、うん、強いよね、うん、あんだけ縦横無尽に空中動けて、その、うん、空気銃ですか、空気砲みたいな、そうね、武器を持ってますから、うん、もしもボックスとかね。もしもボックスってなんだっけ、なんか僕は詳しく覚えなさいんですけど、多分もしもみたいなことが思ったことが叶うんじゃないですか、うん、ああなるほど、もしもこうこうこうだったらみたいな、うん、なんか寝たら何でもできてるみたいななかったっけ、睡眠学習なんちゃらみたいな、ね、あるかもしれないです、はい、あったかもしれないです、睡眠学習、寝ると、はい、寝るとなんか知識、はい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 、あったりとか、はい、なんかそんなあって、暗記パンですね。あ、薬食うと暗記できる。暗記できるっていう、はい。もうあれできちゃったもんね。翻訳、こんにゃく。ああ、まあそうですよね。ポケトークじゃないですけど。現実にね。はい、確かに。あれいいなとか思ったけど。確かに。まあでも確かに翻訳こんにゃくでも一番欲しいかもしれないですね。そうね。海外旅行とか。うん。たらもうそのマジでその最、うん、最弱になるじゃないですか。そうね、存在として、うん、なんかあれがあれみたいなの欲しいわ、あの車をなんかちっちゃくてスモールライトが欲しいわあ、便利ですよね、うん、確かに、うわ欲しいな車にビーってやってさ、はい、ポケットにからか入れてさ、はい、あ、いいね、いや、そうですよね、はい、もう駐車場いらない、駐車場いらないですし、なんか、うん、その北海道とか行くときのフェリーで、フェリー代いらないですもんね、車駐車場代みたいな、そうね、はい、だからポイポイカプセルみたいなもんだよな、そうね、あ、そうですね、先生でドラゴンボールでいうところ、ポイポイ、はい、すごい発想だな、だね、コストコからかで買い物しても、おぉ、ちっちゃくして、めっちゃいいじゃないですか、ポケットに手ぶらで行って手ぶらで帰る、ちょっとこけてボタン押してたらブワカーンってそうですね、事故で壊れた時壊れた時に悲惨です、ね、壊れたりそうだよ、ね、あとスイッチ押しても戻らなくなりましたとか、あ、最悪、修理とか、車がそうなったらもう何百万をどこにしてるみたいな、スモールライト、はい、決定決定さあ次に行きましょう、一番、はい、ああ職業病感じますか、職業病僕なんですけど、これああ、前もこんな話したと思うんですけど、あ、最近を、あの、わあやっちゃうわっていうのがあって、なんかマンションの人と会うともう反射神経で、うん、
おはようございますって言っちゃうんですよ。あ、夜でも。確かにな。ああ、そういうこと、はい、それ大学院の時言われたら、はい、おはようございますって言うんですねみたいな。あ、業界の、いや、そうですよね、はい、あ、そうか、俺はもう当たり前だと思ってたみたいな。一般感覚からしたら頭おかしいやつですからね。夜におはようございます。確かにな。芸人というかこの業界のルールってだけじゃないですか、うん、でももうだから全マンションの人なんてほぼっていうか全員知らない人なんですけど、一応挨拶はするじゃないですか。そしたらもうおはようございますって言っちゃって、うん、確かに、なんか違うジャンルの人と接するとあるよな。はい、そういう人多そうだよね、はい、おはようございますって言っちゃう人。いや、うん、多いと思います、この業界人も、うん、染みついてる。飲食でもそうでしょ。飲食もそうなんですか、うん、あ、いや、おはようございます、全てが始まりだからっていう。あ、で出会った時は俺それ飲食で教えられた。なんか、あ、そうなんですか。旅館からなんかやってる、はい、親父が高校生の時にそこでなんか洗うバイトしてて、はい、朝でも夜でも昼でもおはようございます、こうやって言え。なぜかというと始まった瞬間が、あ、会った瞬間が始まりだから。もうあんま見せたら入ってこない。あんま入ってこない。へーって思ったその時。ああ、じゃあ他の業界の人もまあ通じる人はいるんですね。夜のね、仕事とか多い、まあ、確かに。で、職業病室に入らな、こういう思わず。俺もうね、俺はね、やっぱね、喋り下手なやつ気になってしょう。でも喋ってて山ほどいるんじゃないですか。いや、めちゃくちゃ下手だなこいつみたいな、はい、めちゃくちゃ思ってる。だけど、はい、その私なんか喋り上手くないんですみたいな子だったら、はい、全然気にならない。あ、はいはい、そこも美味しくこっちが光らせようと思うから。はい、だからなんか例えばね、はい、芸人やってて、はい、こいつマジで喋りが長えなと思うのがいい。おう、はい、ザコさん。めっちゃ長い。そのいつもリモートで打ち合わせする時とかは、はい、目的を持って喋ってるから、はい、大丈夫なの、はいはい、なんかそのザコさんいて第三者の、はい、例えばそういうスタッフさんとか喋る時、ザコさん、はい、これはねこうやってやってねみたいな、あの、はい、昔から僕はね、あ、僕バルーン日本一なんですよ。なんかもうさ、はい、島蔵さんの気持ちが分かるというか、もうそのもうテープレコーダーがスタートするわけよ、ザコ、はい、さんの初めての人いたら、はい、はい、A パターンボン、はい、私はキャプテンザコと言いまして、はい、こう見えて私バルーンで全日本チャンピオンなんですみたいな、はい、そのいつものトークがスタートするんだよ、はい、多分島蔵さんそれ嫌だったんだと思う。また始まったよみたいな、まあ、けどザコさんからしたら、はい、いや、そうやってやることで仕事を取ったり、はい、頑張んなきゃあると思うけど、はい、もうテープレコーダーが私キャプテンザコはつってこう見えてっつって、はい、もうそれをさ、ね、何回もさ、はい、聞くから、はい、もうちょっとショートカットしてくんないかなとか、その第三者に喋るときも、はい、すごいボールをもったいぶるから、はい、いや、もうその3秒ルールで打てそれから外に1回投げろって思ってる、はい、そう、まあ、分かります。確かに特にザコさん確かにその、うん、武勇伝多いですよね。なそうなのか、やっぱ基本そうなのかな。多分ザコさんは特技ですけど、その、うん、武勇伝はめちゃくちゃ多いです。最短で言ってくればいいんだけどな、はい、うん、まあそうですよね、はい、な普段とかはなんかね大喜利的なのもいいんだけど、まあはい、ネチネチしてない。分かります。なんかこの前もちょっと、まあ、ちょっと本当うちうち話で申し訳ないんですけど、うん、グループラインで、うんうん、ザコさんの案がちょっとどっかで採用されたみたいな、あって、お、これ採用されてますね僕の意見みたいな、なんかかわいいなみたいな。そのいやこっちは分かってるから別にそんな言わなくても分かってますよ、ね、見てればな、はい、分かってますけど、その自分で言っちゃうっていう。ザコさんやっぱ自分好きだな。だから褒めると、はい、全力で全部やっぱ吸収するもん。ああ、はい、嬉しいんだろうな。まあそうですよね。それがまあ僕の職業病かもしれない。ああ、気になっちゃうんですね、人の声。これあれかも、はい、街歩いててさ、あ、こいつ芸人だってのない。めちゃくちゃある。ああ、わかります。リュック背負ってて、はい、そうなんや。なんかハンズかなんかのデカめの、はい、カバンビニール、はい、イケアとかがあの、はい、
画用紙入りそうな赤の持ってて、はい、スーツケースね、スーツケース、はい、ともう鉄板で茶髪なんだけども黒いとこが結構出ちゃって、貧乏臭いね、プリンになっちゃって、ね、プリン状態、はい、で結構ねハーフパンツっぽいの履いてるよな、あ芸人だよ、うん、はい、そうあこいつ芸人だ、絶対芸人、絶対芸人みたいな、はい、あでもあそうっす、うん、それピンときますね、確かに僕ちょうど大概そういう格好です芸人、この前なんかどっかのサンマルカカフェかなんかで、うん、ちょっとなんか作業してたら、うん、なんか遠くの方から、うん、なんだっけな、あのホンダスイミングスクールさんとかっていうワードがポンって入ってきたんですよ、うん、ホンダスイミングスクールさん？さんっていうことはもうこれ後輩だな、後輩だなみたいな、うん、芸人の名前にさんつけて喋るとか、うん、痛いファンか芸人か、そうね、なんかそので見たらなんかテレビで見たことあるぐらいの、あの若手の人でした、トークの節々にも出るよね、はい、なんか出ますね、はい、うん、だけど最近ネタ合わせとかもリモートですることかもいるんだな、あなんか増えてるみたいですね、はい、便利な世の中だね、すごいよな、はい、だから多分 LINE 電話で「あいどうも」とか言ったりするんだよ、ね、そうですね、はい、じゃあセリフ一回覚えたから明日立ってやろうみたいな、ああまあそうですね、最後やっぱ間とかずれますもんね、ネットは、だからなんかすごいよな、確かに、だから昔ね、やっぱ公演とかで芸人結構見てる、最近あんま見なくない、もう見ないっす、エアビーとか借りてやってんのかな、もうできるところが限られてるから、まだ向こうのねいる、ちっちゃい公園にはまだいます、たまにいるよ、あ、はい、あの草むらの方2人で向いてあそうです、草むら向いて2人で立ってる人大体漫才師だ、どうもあーめっちゃおかしい、確かに、うん、懐かしい、そのまだシアター D があった時はそこの裏の公園めっちゃいましたもんね、うん、芸人が深夜とかもね、はい、そのさ、ネタ終わってさ、はい、どういうタイプだったコンビ時代とか、その俺はもう毎回ネタ終わったらどうもありがとうございましたーって言ったらどうやったハマっつって、ハマもさ出てるのに、はいはい、俺毎回口癖でどうやったハマって、ああ収穫終わったんじゃねえかって、そうそうネタ終わり、そのライブでのハマからしたらさ自分も出てたからそんなようわからんじゃんけど、俺からしたら あ、はい、ウケだなとかさ、あ、はい、どうやったっていうので、うん、あ頭のこうで、まあそこの部分使えるんじゃない、そうだよな、あの一瞬でなんか多分、はい、自分の中の考えと浜の考えをすり合わしときたいっていう性格なんだよな、あー、はいはいはい、なんかそれ、森田あったりしたと思って僕、コンビ時代は、まあ、受けたら、まあ、受けたよね、やったね、で、なんかどっちかが間違えたらまず自分から謝るというか、間違えた方が、あそこ噛んじゃってごめん、まあ、でもその2パターンしか滑っ、うん、まあでも、どうだったとか聞かないの、聞かないです、あもうそれはもうお互いで察しろ、お互いで察してて、うん、でもまあ良かったんじゃないとか、まあ、そういうのはなどっちともなしに話す感じですね、その決めてはない、まあちょっとあれか、まあ、厳しかった時は、まあ、ちょっとあれかみたいなトークもしますけど、どうだったはないですねとか、やっぱ最初のうちはさ絡みもこんなことルミネで聞かれるからこうしようぜとかいろいろ打ち合わせしたもん、はい、あ、はい、でやっぱしパッて振られた時なんかやっぱ俺から言った方がいいんだなとかいろいろ分かってくるんだよね、パッて来たことを普通に俺が喋りながら、はい、ハマにパスを出すとか、あ、はいはい、だからパーってこう作っておけば入りやすいとか、はい、なんか俺はハマを待っちゃってたから、そうするとなんか、はい、どうだったらおかみしょうねんってなった時に、はい、間ができるんだよな、あ、はいはい、みたいなこととかをなんかいろいろやってって、はい、あもう俺普通にパッて言われて普通の会話しながら行ける時行くしみたいな、なんかあったらパス浜に行かないと浜が入れないなとか、ああそういうフォーメーションを考えてたの、はい、ああいいっすね、だけどやっぱあれがあるから普段の人と接してても、ああ、はい、ね、そうですよね、あの柔軟日に回るというかさ、はい、いやそうですね、はい、勉強になったよな、返しましたというわけでございました、お時間でございました、もう5月も来週で24点も終わりがちゃう、半年終わっちゃうね、そうだよ、もうすぐその半年です、ということでございますね、皆さんまた来週、バイ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 。